モスクワ総主教皇帝の一室。歴代モスクワ総主教の肖像がかけられている。ここでは多くの総主教たちがクーコリを被った姿で描かれている。モスクワ総主教はロシアの独立した正教会であるロシア正教会の長たる総主教。正式の称号はモスクワ及び全ロシアの総主教である。現在のモスクワ総主教はキリル一世である。 ロシア正教会と海外に展開するロシア正教会系の教区を干渉するほか、ロシア正教会を母教会とする自治教会で新たな取座主教が選立された際に、これを承認する。ロシアの正教会は、1448年以降、事実上コンスタンディヌーポリ総主教庁から独立していたが、その頂点である取座主教は従来通り、 モスクワ不主教の理解をユースに止まっていた。1589年になって、モスクワ大公国の実権を握っていた摂政、ボリス・ゴドゥノフは、ロシア教会の公式の独立を望み、コンスタンディヌーポリ総主教イエレミアスに生意・にセお及び他の3人の総主教の認可を取った。そのことにより、ロシア正教会は、独立した正教会と認められ、その頂点には、モスクワ総主教が置かれた。 1721年、教会を統制することを意図したチャーリー、ピョートル一世によって、創主教座は一旦廃止されたが、ニコライ二世のもとで創主教座復活が模索され、ロシア革命直後の1917年に復活した。しかし1925年のティーホン創主教の、エミンゴ1943年までの間、今度は、ソビエト連邦政府による宗教弾圧政策の一環として、 またしても、公認の総主教が戦慄されない事態を迎えた。1943年になって、ようやく一定程度の優和策に転じた当局から、総主教の戦慄が許可された。これまでの総主教のうち有名なものには、17世紀、初頭の動乱時代にモスクワに侵攻してきた、ポーランド人に対して祝福を与えることを拒んだゲルモメン、同じく17世紀初頭のフィラレート、 17世紀後半に正教会を結果として分裂させたニーコン・ボリシェビキによるロシア革命時に致命した聖、ティーホンがいる。ロシア語名ではなく、教会スラブ語の再建音を用いて記述する。例えばは、ヨシフではなく、ヨシフとして記述する。ロシア正教会においても日本正教会においても、日常的に方針例において用いられるのは、 教会スラブ語読み、教会スラブ語風転写だからである。括弧内は、ザイーネン。ポーランド人への祝福を拒む、宗主教、ゲルモゲンパーベル・チスチャコフによる、1860年に描かれた作品。ピョートル一世により1700年のアドリアン宗主教、英民後、公認の旋律は許されず、宗主教代行ステファン・リャザンが英民すると、宗主教座は廃止され、変わって、 政務会員が設置された。以降1917年まで、モスクワ総主教座は空位となる。聖ー、ティホン。パナギアを首からかけ、空コりをかぶっている。古儀式派の流れを組むロシア個性協会において、2002年5月9日に、アレクサンドル大主教が総主教の座に就いた。現在、ロシアには2人の総主教が並立している。 ロシア個性協会が正当性を認める総主教はイオフからヨシフまでであり、ニーコン以降の総主教を正当と認めない。ありがとうございます。